こんにちは、ミハイの青森です。青森のミハイです。なんでこういう格好してるか。卒業式です。今日は僕の生徒さんたちが卒業しました。おめでとうございます。皆さんの笑顔、そしてかっこいい服装で素晴らしいスピーチをして、そして頑張った結果、自信を持って私は卒業しましたという気持ちをみんなの前で発表できてよかったですね。冬が終わって学校も卒業して、まあ一旦が終わったっていうような気持ちもしますが、ある意味ではこれからです。これからも頑張って人生を楽しんでください。そして転んでも立ち上がる、そしてまた進む。やめられない。 Don't take no for an answer。 何があっても進む。誰にダメ、いえと言われても、自分の好きなことをして、そして周りの人たちに迷惑をかけなければ、どんどん好きなことをやって進んでください。大変な冬が来ても、いつか春が来る。またいつか春が来るということは忘れないで。何やっても仲間を近くに置いて。お疲れ様です。イエーイ。